はい、コナンです。プニプニを長い時間やっていると、なんか急に画面がカクついてきて反応が悪くなって、最後にはね、あのプニがなんか全然落ちてこなくなってフリーズしてゲームオーバーになってしまうみたいなことがちょこちょこあります。こんな感じでね、なんか画面がカクついてコンボが途切れてしまうみたいな、それをねちょっと調べたところ、あのアプリでね CPU の温度を調べたところ、今38度で CPU クロックが1メガヘルツぐらいまで下がってきています。1ギガヘルツですね。あの今この Galaxy J は2ギガぐらい出るはずなんですけど、オーバーヒートでクロックをわざと下げる制御を行っています。そこで考えたのが、こういう保冷剤でスマホを冷やしながらやると快適にできるっていうねことを発見しました。試してみましょう。今保冷剤で冷やして、同じようにダークニャンをね周回してみたいと思います。そうするとあの温度自体は30度ぐらいまでしか上がらなくて、でマックスのね CPU クロック 2GHz 2.2 ギガまで出ています。今使っているスマートフォンは NTT ドコモの Galaxy J でスナップドラゴン800なので、あのスペック通りで言えば 2.2 ギガまで CPU クロックが上がるのですが、先ほどはねスマホの温度が38度ぐらいまで上がってしまっていたので、クロックがね自動制御で、まあ、1GHz あたり 1.5GHz あたりまで下がってきています。そのためにね処理が追っつかなくて駒落ちして、あの画面のねカクつき、それからタッチパネルの反応が悪くなるというようなことが起きているみたいです。僕が試してみたところ、こんな感じで保冷剤で冷やしながらやると温度もね30度ぐらいまでしか上がらずに、 CPU が結構クロックを上げることができるので、画面もね見比べてもらうと分かると思いますけども、滑らかで非常にねコンボもつながりやすく、タッチパネルの反応もいいです。これはねこれからの季節もっと暑くなってきますしね、結構おすすめなんじゃないかと思います。まあこれもね、まあ、使ってる機種だとかいろいろあるので、まあ一概に全ての機種で効果があるかどうかは分かりませんが、僕はこんな感じでつむつむじゃないプニプニをプレイしています。もしよかったら参考にしてみてください。あくまでね自己責任になりますので、まあ、効果があるかないかはちょっと分かりませんけども、最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。